それで替え歌。はい。今週の課題曲こちら。俺あんまこれ、おちんぽぐもあんま知らないんだよね、実は。飛行機雲ね。ちょっと。はい。ラジオネーム希望の船。壁に話しても返事がないので今度はゴミに話しかける。合ってるよ、だいたい合ってる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 。おちんぽぐも飛行機雲だって。ちょっと寄せた方がいいかな、ユーミンに。あ、そうだごめんね、うん、ちょっとね。ラジオネームタケミ、うん、家で服を脱ぎ全裸になってそのまま歩いて風俗行く。いいね、なんかふわーっとやっぱ夏の情景がこう。やってみたいな。ラジオネームラッパーザキバチョフ、はい、今日のワンコ見たら人間出ていた虻川の犬藤原竜也。あ、蜷川だ。蜷川の犬だ。そう。俺なんて言いました今。あの、虻川。虻川。ごめんなさい、ごめんなさい。どうぞ。これはもう、申し訳ないんで、じゃあ1枚あげとこう。はい。申し訳ない。ラジオネーム、ドグサレヒューマニティ。うん、親に頼まれて、ハムを買いに行く。あの子は、未来の別所哲也。ハムの人。ハムの人まだやってんのかな、別所哲也さん。そう、年末になったらやってる、ね。年末やるか、ね、そうか。ハムの人はもうそうか。別所さんだ。うん、ラジオのタケミ。自分のアナルを確認するために、鏡を床に置いてしゃがむ。心地よかったな。あげよう。置いてしゃがむが気持ちよかった。ゴロアレムになってましたね。ラジオネーム、ひろき。滋賀にういば、カバンの中には、エイリアンそっくりのバイブガール。あ、バイブガール気持ちいいな。宇治神八番。誕生パーティーが全然盛り上がらん、それは食事が煮物だらけ。おばあちゃんの、おばあちゃんが出産、おばあちゃんがいっぱい煮物作っちゃって。全然盛り上がる。薄くてさ、味。薄いの。ババアの煮物の薄さ。ラジオネーム、ムスカの弟。エビでタイを釣り、タイで女釣る、この連鎖できるならセックス300円。よくわかんねえ。エビでラジオネームザットゥ。チンコなくなって探しに行くけど見つからないや、あったららぽーと。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 
ラジオのたけみ。人を好きになる、人に愛される、小さな喜び、噛みしめたい。普通のただのやつ。これ普通のやつ。普通のやつ。以上ですけど。